ど、うん、漫画の読み方っていうのは、うん、でも僕ら現代人は漫画すごい何十年も見続けてるんで、うん、かなり記号的にうまく使いこなせるんじゃないかな、うん、確かにですね、いろんな要素が入ってるから、うん、そうで、まさにその ATR にいた時に先ほどおっしゃったようなその、人の会話を横で聞いていて、うん、言葉尻拾いながらバカみたいにどんどん端っこで検索しながらどん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 横から口を出すっていうシステムを作ってたんですけど、その時はまあでもそうは言ってもその音声認識してるわけじゃなくて、タイピングしたミーティングの上で、で議事録書く書記がいた時にその文字列に対してこう、その時は本当にもう何だろう、自然言語処理の本当に簡単なことしかやってないんで、キーワードを拾ってオフィスで それこそ紙がいっぱい余って無駄になっちゃってるけどどうするみたいなことをやったりしてると、うん、オフィスとか紙とかゴミとか、うん、そういう言葉知らを拾って、うん、とにかく、その辞典から関係する記事を見つけてただただつぶやくんですよ、うん、だけど、まあ、ほとんどはゴミ問題とかですね、うん、資源問題とかオフィスオートメーションとか、うん、まあまあ言われなくても分かってるような記事しか出てこないんですけど、うん、まあ、時々そのインテリアとエクステリアのその日本と西洋の文化差とか、うん、なんか時々あそうきたか、うん、そんな観点は気づかなかったなみたいな、うん、そういう記事が時々出てきたりとかして、うん、で、割と人間もハッと話題を変えたり、うん、なるほどね、アマゾンレコメンドの逆というか、うん、そうなんです、そうなんです。この本を読んでる人はこの本は絶対読んでますよ。むしろちょっとベクトルずらしたような、うん、そういう話題提供するっていう、うん、まあ、そういうのがまさにコンピューターは得意だし、うん、人間もその言葉尻ばっかり拾ってずっと何か言ったら言い続ける子供がここにずっといたら邪魔じゃないですか、うん、っていうか無視できないから邪魔なんですよ、うん、人間は、うん、だから機械は無視平気でできるんで我々、うんうん、だから まさに人間と機械の付き合い方としては、うん、ハッピーな形かなと思うんですよ、うん、でその無視できるっていうのはまさにダーッとたくさん流して、うん、ほとんどは無視されちゃうんですけど時々ハッと拾ったら、まあ、システムの方もなるほどと思ってそこを深掘りするかもしれないし、うん、ちょっと学習もどきするかもしれないし、うん、ふと思ったんですけど、ええ、ちょっとまた話が変わるんですけど、ええ、これがまあ、テレビ電話会議システムみたいな自動運転だとしたときに、はいはいはい、誰が喋ってるかっていう方向に向くっていうのは技術的にはそんな難しいことではないわけですよね。音声のレベルで、はい、まあ、マイクが4つぐらいついてれば、はい、一番大きそうなところに、はいはいはい、多分いろんなアプローチがあって、ここの向こうにもまさに一人リアルタイムで見てる人がキョロキョロ見たいのに合わせてこいつに乗り移った形でまずはやってみたりするとこっちで取ってるデータと合わせて何て言うんだろう学習していってそのうち自動化するっていうことも可能だと思うんですけど、うん、でも多分発話者の方に向くっていう簡単なルールだけかもしれないですね。今これやっててその僕はね自分で発案してるからそのある程度回転が何回も行き来している方が後のテンポとしては面白いかなって意識してやれるんだけど、はいはい、一般に言った時に回転させるのを忘れるっていうことも考えられるなと思ってて、うん、でじゃあいつ回転したら一番いいかっていうと、まあ、一番原始的なのは俺が喋ってる時は俺に向いてて、はい、相手が喋ってる時に相手に向いてれば、うん、まあ、一番ベーシックなのかなと思った時に、うん、はい、こことこの音量差で勝手に向いてくれたら、はい、この人のなんて自意識はかなり意識しなくて済むかなみたいな、うん、回転させて自分を撮ってるぞっていうことを普通の人は意識しちゃうかなと思ってますよね。あ、そうですよね。だからインタビュアー、インタビューイー、インタビュアーか、インタビュアーしながらカメラ持ってくるくるやるっていうのは、まあ、普通の人じゃなかなかすぐにはできないですもんね。理想はこれがマイクだと思ってるぐらいだったらいいかなと思ってるんですよ、はい、こうやって、はいはいはい、これはマイクだからここに立てとけばいいと。でもそういうシチュエーションだったらそれこそこうやってまさに傾ける感覚で
ああ、だから傾、そっか、傾けた時にその傾きでレンズが、はい、シュイッとこう、だマイクの形なんだけど、はい、ここにこうウェブカムのあの縦列があって、はいはいはい、それでそうか、反転させればいいんだ、パッと。そうそう、それは、まさにマイク向ける直感に近い感じ。そうね、そうね、マイクを向けるという直感はみんな大体持ってますよね、はいはい、あのカラオケも含め、はいはいはい、あのマイクという、はいまあ、口に近づけるものであるという、はい、暗黙知は。でもなんか映像技法的にはその聞き手の反応がすごく美味しいシーンもありますよね、多分。でもそれは後にならないと後付けで分かることなんで、うん、そう、結局1視点のカメラが1個しかないと、まあ、撮り損ねるっていうのはもうそれは避けれないですよね。まあ、2個つけちゃえばいいじゃんって話もあるんだけど、まあ、それじゃ一般化しないなと思ってて、うん、そうですね、なるほど。で今アイスクリームディッシャーが一番この構造体に近いから、握ってる間だけこっち側に回ってきて離すと向こうへ逃げる、あの180度回るっていうのが、うん、アイスクリームディッシャーの構造なので、はははははは、これだったらその、まあ、どちらをデフォルトにするかは人によりけりなんだけど、はい、こう握ってる時だけ自分に向いてるみたいなこと、うん、だと、そのなんつうか一方向を意識するけど戻りはなんとなくあんまり意識しなくていいからいいかなと思ったり、うん、ボタンで1回ずつこっちこっちこっちってやるのは1個手間が多くて面倒くさいかなと思ったり、うん、それをね検討してるところです。なるほど。一人で大体回ることになるんですか？二人だとまただいぶそのやりやすくなるというか、 GoPro の広角具合が、はい、170度なので撮ってみると、うん、あの中途半端な角度の振りだと気持ちが悪いんですね、見てる人が、うんうん、60度回転するみたいな感じだと、うん、なんかほとんどあんま絵が変わってないみたいな、だから170度だから両方でほぼ340度になるっていうことは徹底したいなと思ってたんですね、これ作るときに。ぐるんと回したいんですね、うん、180度横にいながらこれじゃあちょっと中途半端、うん、あの見てるのがこう酔うだけみたいな。なるほどね。だからまあこういうあの喋ってて向こうが歩いてるとか、はい、喋っててこうやるとか、はい、自分は移動しててこっちは固定物、その、はいはい、食べ物だとか観光地だとか、うん、そうか、絵的なことは僕ちょっとあんまり考えてなかったんですけど、その2対1で会話をするっていう構造が世の中結構多いじゃないですか、ブラタモリとか、うん、だから司会で主人公の役してる、まあ、タモリですね、うん、だけどその人自身は専門家じゃなくて、うん、専門家は一人別を呼ぶと、うん、じゃあ1対1でよかったのかっていうとそうではなくて、うん、アナウンサーがね、アナウンサーの女性の方いますよね、あの人絶対いるのがいい、うん、いいじゃないですか。なるほど。あの構造ってすごく、王道だなと思うことが、うん、中和させるクッションがいると。そうそうそう。でふと考えるとそういう構造すごく多くて、うん、ニュース番組なんかでも大体2人が別に1人が、一方的に情報を伝えてくれてもいいのに、うん、わざわざ会話にして送ってきますよね、うん、それなんか2対1構造っていうのはすごくなんか強いなと思ってて、主観者同士のキャッチボールとそれをちょっと客観視してる第三者っていう構造、はい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 、その第三者が視聴者目線とか近いっていう、だから、まあ、河合さんがお一人でこれを持って、どっかにドンって突撃レポートっていうのはあるかもしれないですけど、その時にはこいつがある程度ちょっと擬人性を持ってなんか勝手にキョロキョロするとか、たまには視聴者の合いの手みたいなのが、うん、こいつが言ってくるだとか、うん、新しいやつうなずくみたいな、そういうなんていうか、うん、カメラはカメラなんですけど、こいつもなんか一人の参加者のような部分がちょっとあるっていう構造になると、なんかそのちょっとこういうことね、このロボット何かのあれが気持ちを感じるところがあると、はい、でまあ多分ルールとしてかなり、自動化すると、最初はバカなんで、ここに2人被写体がいるのにこっちでワイワイガヤガヤ人が通ったら、え、何何ってキョロキョロってこっち向いちゃうかもしれないですよ、うんうん、だけどそれって案外なんていうか落ち着かない子供がついてきて、うん、変な方をカメラで撮っちゃってるみたいな、なんていうか茶目っ気というか、うん、ああいいな、
割と音でできるかもしれない。あの東急ハンズとかに売ってる、はい、知ってます、こんなインターホンみたいな形でここに点キーがついてて、はい、カチッてやるとパチ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 とか、カチッてやるとワハハハハみたいな、まあ、iPad でいっぱいありますけど、いわゆるそのテレビでよく聞く、お高いんでしょみたいなサンプリングされてる音っていうのがあるじゃないですか、ね、あの雑貨で、はいはいはい、ああいう機能があってもいいかもしれないですね。おーとか、うん、うまそうとか、はいはいはい、なるほどみたいな、平ボタンですね、ちょっと前に。そう、いや、そういうのなんか真面目に作ってる人いますよ、うん、真面目に作ってる人、いいですね。そう、そういうのは、そう、なんかその聞き出すとかインタビューするとか、現場で会話するっていう現象に僕らも興味があって、うん、フィールドワークをね、そうそう、されてるから、今のところは博物館とか、うん、そういうところが多いんですけど、うんうん、そういうの興味ありますね、うん。フィールドワークしてきたものをその大量に録画されたりとか音声とか映像になるわけじゃないですか、はいはいはい、それをこう整理するのって毎回大変ですよね。ね、だから僕サボっちゃっててどんどん埋もれちゃってるんですけど、一時期はだから GoPro と、うん、それこそライフスライス、あ、もうチェストでチェストハンドでつけて、はい、ライフスライスみたいなあの、はい、センスカムってマイクロソフトが出したじゃないですか、はい、あれもなんか一般に売ってるんでしたっけ。そうなんですよ。え、売ってるんですか。あれあれめちゃめちゃ高いんですけど、研究向けに売ってるんですよ。でもライフスライスでいいんじゃないかっていう感じですけど、写真を撮るっていうことだけ、はい、で一応なんかセンサーも入ってて、うん、あれなんですけど、レイチも、まあはい、今新しいのなんかね、ヨーロッパでなんか何だっけ、豆もだったかな、なんかそういうのだんだん出てきてますね。出てきてますね。でほとんど役に立ったことないんですけど、うん、役に立ったって言い方はちょっと語弊がありますけど、3.11 の地震の時に、うん、あの時僕会議の何て言うんだろう、会議に参加、学会に参加してたんですよ、はい、であの東京の科学未来館ってあの台場にある、はいはいはい、あそこにいたんですね。地球儀が上にあると。そうそうそう、はい、であそこで会議に参加してたら地震があって、はい、もうその揺れ始めた時からもうそれこそ一晩避難して、はい、次の日の昼までっていうのをずっとつけっぱなしにしてたんですけど、はいはい、まあやっぱりすごい何て言うのかな、価値のありっていう言い方も変ですけど、自分はもういろんなことでパニックだけど、これは冷静にやっぱずっとそれを見て、そう、一人称で、あの周りの人の表情とかですね、まあなるほどなるほど、ずっと撮ってるわけですよ、うん、で、あれが僕一人ぐらいだったからまあそんな面白くないですけど、本当はもうそういうのはもう近未来みんなつけてると思うと、うんうん、その向いてる方、見てる方、だから外に避難したら、そのちょっと何軒か先から煙が出たりとか、うん、で外に避難して、2回目の余震の時に、うん、あの未来館の天井落ちたんですよ、うん、で外にいながらすごいドシャーンと音がした方向にみんな見て青くなったりとかしたんですね、うん、その時にもう何百人の人がそっちの方向くわけじゃないですか、うん、動物的なね、そうそう、でそういう絵が何て言うんだろう、空間の中に均一に絵があるわけじゃない、うん、セカンドライフみたいに、うん、均一にその世の中にそのテクスチャーがまんべんなくあるわけじゃなくて、うん、なんだろう、メリハリがあるわけじゃないですか、うん、ある時間帯にぐわっとみんなの視点が集まったり、うん、視点が散ったり、うん、そういうのがやっぱり一人称だけじゃどうしても取りきれない、なんていうか社会的な現象を記録したり表現する手法として、うん、すごい面白いんじゃないかなと思うんですよね、うん、芸術家って割とそういうの昔から気づいてて、うん、デイビッド・ホックニーとか知ってます、うん、どうなんでしたっけ、なんかね、前よく聞いたの忘れちゃった、フォトコラージュとかって言って、その写真を一枚一枚ちっちゃい写真なんですけど、うん、それをポラロイドカメラをいっぱいつないで、うん、コラージュ状にでかい写真を作るモザイク状にしていく、一時期しつこくやってた人なんですけど、しつこくやるのは大切です。でもね、それがただ均一にビャーンと並べちゃったら別に何でもないんですけど、それこそこういうふうに何人かでテーブル囲んでカードゲームとかしてる時なんかには、全然みんなの視線が向かないとこもあれば、誰かの表情とか手元のなんていうか、ビールの缶とか、うん、そういう特定のところに時々視線が集まるわけじゃないですか、うん、そういうメリハリが何て言うのかな、うん、
バラバラにデコボコにコラージュ状になってるんですね、うんうん、僕ああいう表現がまあ究極かなと思ってて、ね、僕らの記憶っていうのはまさにそういう感じでパッチワーク的になってるところがあるかなと思って、だからそのみんなの体験で仮想空間を再構成するっていうことに、まあ、ずっとこだわってて、うん、画像的に音声的にいろいろアプローチしてるつもりなんですけど、うん、なんかセカンドライフみたいに均一的にまずその神の視点でバーンとその空間を作ってからスタートするんではなくて、うん、むしろハリボテはもちろんあるんですけど、うん、そのみんなが見たりみんなが滞在したりみんなが目を向けたりみんなが聞いたりっていうのはもっとなんていうかバラバラにメリハリがあるわけじゃないですか、うん、すごく集まっているところもあれば、うん、もう全然みんなが目を向けないところもあるっていう、うん、そのメリハリが出てくるような、うん、そういう三次元仮想空間、うん、というか追体験空間を作るっていうのが経験ですね、うん、なるほど、うん、面白い、思わぬ対談集になっておりますよそう、なんか結構いろいろやられてますよね。なんかしつこくが足りないの僕だからそうしつこくやんないとダメだな、一つのこと今は何がメインもう今ねもう郵送中継なんですよ、うん、はい、僕ね飽き性だから1日で終わる仕事大好きなんですよねの仕事って、はい、ウェブの仕事と違って1日で終わるじゃないですか、中継したら、はいはいはい、それがイコール納品だから、はいはい、もう気が楽 で1個ずつ全部違う現場でしょ、学会もあれば、はい、芸能もあれば新商品発表会もあれば、はいはい、NPO もあれば楽しいなっていうね。えそれはもう何ですか、依頼があって行くばっかりじゃなくて飛び込みで、ただね依頼があれば、まあ、お金をいただかないとやらないんだけど、はいはいはい、じゃないのもやりますよ、はい、東北系は全部やってるんですけども、はい、基本的にはそういう、まあ、中継のプロ。そうなんですね、はい、昨日はだから青森で、はい、青森県庁の仕事をちょっとしてたから、うん、青森県庁が呼んだ池上彰さんの中継してたんですよ。うん、そういうのもやってますよ、講演会みたいな。頼む側としてのメリットっていうか、あれはまあ誰でもできるんですけど、輸出の中継は、はい、だから僕らがやるとクオリティが段違いだよっていうようなことに過ぎないっちゃ過ぎないんですけどね、うん、っていうか、あ、そうか、輸出という手段にその、なんていうんだろう、そういう規制のまあ、その大きな組織もかなり興味を持ち出してるっていうことなんですね、うん、まあ、ライブで、ね、そこに100人入る会場でライブ配信するとプラス100人とかプラス500人になる可能性があるっていうことと、はい、今までこうバラバラでビデオカメラで記録は回してたとしても、うん、それが外に見せるほどのクオリティで撮れてないことが多いわけですよね、記録って、はい、なんとなく内蔵マイクでやって、はい、でも僕らはマルチカメラでスイッチングしながら収録しますから、はい、もう終わった瞬間にテレビのカンパケみたいになってるんですね。あ、そういうライブ収録とライブ配信と収録というのはセットになってて、はいはいはい、終わった瞬間にもうブルーレイ焼いて差し上げますみたいな、はいはいはい、あ、じゃあそういう時にはさすがに 4,5 人ぐらいでやられてるんですか？ 4,5 人が理想ですけど、 4,5 人分の人件が出ない時は2人でも、はい、やりますけどね、はい、それこそ今ライブ配信業界で話題になってるのはそういう電動運台、はいはいはい、無人の場所にカメラを置くけど、はい、1人がコントロールして、うん、スイッチングしていくっていうものをみんな欲しがってるっていう、そういうテレビだったらね人数分のカメラマンが来りゃいい話なんですけど、はいはい、電動運台すごいみんなハックして作ってる人います、はい、キャッキャッキャッみたいな。あ、そうなんですか、はい、僕らの学会の世界でもそういうユーストとかニコ生中継とかかなり、ニコ生学会もありますからね。そうですよね、江藤さんがやってるね、はい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 、江藤さん時々やってます、ね、僕らの分野も本当に身近な人たちが熱心にやられてるんで、うん、でもなかなかそう一部のやりだした人っていうかもうやっぱ上手い下手があるので、うん、ついついそういう人にどん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 その、うん、負荷がかかるっていうか、そういう人たちばっかりっ、まあ、器用な人がね、はい、うん、全部基本的にボランティアでやってるんで、うん、そうですよね、そういうのをちゃんとプロとして受け負ってちゃんとお金を取りながらやるっていう人が何人かいるといいんでしょうね、うん、確かにね。ね、北海道だとHBC とかもやってるから、ユースとか割とそういう、うん、北海道はなんか独立してプロが多そうなとこですけどね、東京から見てると、うんうん、ね、
あと最近やっぱり話題なのは HD がもうねワイヤレスで伝送できるようになってきてるので、はいはいはい、あのワイヤレスカメラのスイッチャーをワイヤレスにしようっていう、うんうん、そうするとあるワークショップとか実証、まあ、旅でもいいですよね、はいはい、そこに複数のカメラマンとスイッチャー兼収録マンがいると、うんまあ、あのリアルタイム情熱大陸みたいなことができちゃうわけですよね、うんそこを今僕らも、ね、目指していて、まあ、そんなニーズがどこまであるかはあれなんですけど、うん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 、その予測不可能な状態というものをリアルタイムに精度を高くアーカイブしていくっていう今は、まあ、まだ黎明期なんでとりあえず箱の中でやる何かを収録するだけが多いんですけど、うん、この前音楽のワークショップをあのこういうそういう形式で撮ったんですけどねなかなか面白かったですねそのどうなるかわからない人たちの反応6台のカメラでカンパケるみたいな対象が移動しちゃうようなところだと、うん、それこそなんだお祭りとか祇園祭りのあるとかそうだったね、そうですよね一視点で追いかけるだけじゃあの映像としては、うん、まあそうねなるほど、まあ、そんなそんなことも喋りつつ、すげえ47分も番組になってしまいました。1時間番組ですよ、これはもう1時間番組。まあ、これどうですか、函館ライフは。いいですよ、居心地いいところです。もともとお住まいは、お住まいというか出身はこっちじゃないんですよ、ね。出身は関東で、で大学院修了してから JTR っていう研究所で。JTR どこでしたっけ、関西でしたっけ。京都と奈良の境みたいなところなんですけど、そこに8年間で京都大学に8年間、うん、16年間関西にいたんですよ。で、そろそろ関東かなと思ったらヒュンと飛び越えてあの北海道まで来ちゃいました。だから北海道住んだの。でも今安全でいいじゃないですか、まあ、そうなんですよ安全、うん、あのいやあのねコンパクトでおすすめですよ。なんていうかあの暑くないし、まあ、花粉も少ないですし、あの飯もうまいしと、そうそうそういいと思いますね。で、町としてコンパクトだから、まあ、空港に自分の車で行ってそれで出張ドーンとすぐ東京行けちゃうし、うん、そういう意味で言うとなるほどね、コンパクトシティね。そうなんですね。で、あれなんですよ、あのどん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 高齢化が進んで人もある意味まあ減ってってるわけじゃないですか、はい、そういう意味で言うとなんか東京の多分何年20年先を進んでる先進都市、先進高齢都市っていうねというふうな考え方もありますよね。っていうのはだって函館って大昔っていうかいつ頃昭和の最初の頃にすごく漁業で栄えて、うん、あの僕も知らないですけどまあすごい栄えたわけです、ね、ゴールドラッシュ的なね、で膨張するだけ膨張したからインフラとしてはすごく満たされていて、なるほど、あのびっくりするんですけど病院とかすごく多いんですよ、うん、それにあのまあそこそ床屋さんとか食べるところとかそういう店舗の数とかっていうのが住んでる人の人数とかそのバランス的に世代から考えるとすごく満ち足りてるんですよ、うん、やっていけてるのすごいですね。いやだからある意味だからやばいやばいって思うんですけどでこのままじゃいけないんだと思うんですけど、でもまさにその日本全体が抱えていることを先に何ていうか直面してるから何とかそれに何とかしていかなきゃいけないってことに取り組んでるってことを考えると、うんうん、まさに日本の社会の先進都市っていうか一歩ずつ前にその日本が今取り組むべきことに取り組み始めてるところっていう考え方がありますよね。若い人の人口っていうのは大学とか、はいはい、やっぱり減ってきてる。だから大学が他よりは多いので、うん、そういう意味で言うと一時的な大学若い世代の人口っていうのは少なくないと思うんですけど、うん、でも4年ぐらいの、あれだとなんか、ま、つまんない話かもしれないですけど住民票を移さないとか、うんうんうん、だからその、なるほどね、市のインフラとして成り立つような形に若い人を取り込めているかっていうと、うん、ちょっとよく分かんないですね、うん、結局就職するときには東京とか札幌に行っちゃうっていうのが多いので、うんうんうん、そうですよね。でも多分東京とかはこれから一気に高齢化だけは進んじゃうと、うん、病院行きたくても病院の数が少なくて大変とかってあるじゃないですか、ね、保育園もないしね。そう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 だから
北海道土地いっぱい余ってますし、うん、暑くないし、北海道移住のすすめ、北海道に住めばいいんじゃないかなと、ね、北海道に開拓しに行こうと、冗談半分で言ってるんですけど、うん、関東地方ってすごく、うん、まあ、気候が良くて、うん、人が住むにはもったいないっていうか、うん、農業した方が本当はいい場所、面白いですね、あんなに平野がしっかりあって、うん、で北海道は逆に、うん、なんだろう、牛とか農業とかいっぱいあって、うんうん、日本の食事を支えてるようなところありますけど、うん、よくよく見ると1年の3分の1ぐらい雪で渦漏れてて使い物にならないんですよ、うん、なんでこんなところでこんな頑張って農業とかやるんだろうって、うん、まあ変な言い方ですけど、うん、思っちゃうんですよね、うん、人が住んだ方がいいに決まってるんですよ、うん、でも人も大変じゃないですか、雪が寒くなっちゃう、いやでも寒いところにはいっぱい国があって先進国寒いところにみんなやってますよね、のフィンランドとか、だからこれだけ人数少なくてもそれなりに生きていけてるんだから、みんながちゃんと北海道に住むぞっていうふうに割り切ったらもっともっと便利になるはずですよね。だから人間は結構どこでも住めちゃうんで、北海道夏は涼しいし効率的だと思うんですよね。で関東地方とかはもっと農業とかに使うべきなんじゃないかとかああいうなんていうかそのもう無理でしょうみたいな、オフィスとかなんとかに使っちゃうのはもったいない、いい場所ですよね。あと北海道東京へのアクセスが安くていいですよね。あ、そうですね。なんかまあ多分札幌だけの話だと思うんですけど、札幌だけ、あ、そうか。まあそれは違うね。だから僕面白いなと思うのは、その格安航空